はい。始まりました。普通に奇跡ひよりがお送りいたします。イエイまあ通常はあれですよね、いつもは聞いてくれてる人は分かると思うんですけど、毎週日曜日の3時から始まるんですが、お盆関係でお盆関係で、ちょっと早めにこの日に30日の3時にやることになりました。なんか3続きだね、まあいろいろあって28分30秒までになんとかしなきゃいけないっていう頑張りますまあなんですか、このスタジオ入ってきて、この、まあ、今この収録の外っていうのもなんだけど水飲み場みたいなのがあるんですよね。そこでなんか変なおっさんの団体が3名ほどいて、何怖い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 、お依頼さんかなって思ったら、ただの電話直すだけの人みたいな、超焦った。もう何事って思ってしまった。挨拶ただでさえ挨拶も苦手なのにどうしようって思って。大丈夫でした。ただ電話線のなんかを直す業者だったみたいで、めっちゃ焦りました。まあなんですかねぶっちゃけた話、そんなネタがないんですよね。すいませんね。だってなんだろうな、なんか毎度思うんですけど、このさ、何7月のこの30日の終わり頃とか、まあこの1ヶ月の終わり頃ってすっごいネタがないのね8月の前半とかだったらまだいいんですよ。8月って言ったら何日に何があって楽しみだねっていうのがあってまだいいんですよね。まあ来週はお盆があるので再来週になるかな、再来週の9月頃になると、まあ9月こんながあってこんなで学校もあんながあってわー楽しみって言えるわけ。中間とかだったらまあいいよ、いろいろあるんだから。後半がダメなんだよ。後半がさ、ついつい中間でそろそろもうこの月終わっちゃうねって言っちゃうから、後半で焦っちゃうのよっていう愚痴ですっていう愚痴です。だから今9月のネタを言っちゃっても、再来週になって、いや9月始まりましたねなんて言っちゃったら飽きちゃうじゃんだからちょっとね、今ね焦ってんのまあだから先週の日曜日もすっごい焦ってて、もうまあいつもグダグダではあるんですけど、余計グダグダになってる感じがして焦りながら無理やりネタを探してはあ、もう先週のチョンタさんの冷めたような顔めっちゃ怖かった。いや人はそんな冷めてないと思うんですけど、さほど笑わないから、薬としか笑わないから、ちょっと怖いんだよな前田本当にネタ作るのはいいけど、もう自分は
ただ言うじゃなくて、ただなんか聞かせてる人を笑わせるために今ここにいるみたいな感じになっちゃう。お笑い芸人かいみたいな。つらいな、一人でボケて一人で突っ込んだりとかして本当につらいよ。だから今回はね、まあ面白さんがね、前田智代さんが来ると嬉しいんだよね。笑ってくれるから。というわけでよろしくお願いします。あ、お久しぶりでございます。いいですね、女性は本当にいいですね。なんだろうな、分かる人はいると思うんですけど、なんかまあ何、女同士で話すと気が楽だけど、初対面とかね、男ってなった時にはもう来ないでくださいってなるんですよね。大丈夫、28分になってないね。 OK、 まだ4分だね。あ、もう10分経ってっかなって思ったんだけど、全然だね。今5分だったね、よし。まあ今回はそのジョンタさんがいないので、いやジョータさん嫌だってわけじゃないですよ、別にそんなわけじゃないですよ。たまに突っ込んでくれたりするし、話もしてくれるんでね、いいんですけどね。たまに冷めたような顔するんだって、人は。そんな、いや、そんな、まあでも本人はそんなつもりじゃないとは思うんですけどね、なんか傷つくんですよね。まあでも放送終了後になぜかお菓子をくれるっていうこのありがたさね。ちなみに先週の日曜日はあれもらいました。何、ファミリーマートかな、ファミリーマートセレクションの何、ラビスコみたいなビスケットに白いクリームの挟んでるやつです。正式名忘れちゃってね、ごめんなさい。まあ何ですか、いろいろ話しましたけど、もう8月も終わりましたしね。まあこの話飽きたよってなると思いますけど、もう一回話しますね。まあ自分はまあ受験生の身なんであれなんですけど、8月ってやっぱ大事な時期なんですよね。もう9月とか後半ぐらいになるともう学校もあるから、それどころじゃないんですよね。正直で学校すっごいいらないんですけどね。内心浪人生みたいな生活羨ましいなって思いますよ。朝起きても好きなだけガーって勉強できるっていう時間、なかなかいいと思いますけどね、羨ましい限りです。もう学校ずる休みして塾に行こっかななんていう考えもあるんですけどね。まあでも内心考えてまあ中学3年生はまだしも義務教育だからまだしも、高校3年生って義務もないし、まあ、大学に通じるっていうのも何だろう、大学にこの出すこの評定平均とかも2学期までじゃないですか。最悪ね。自分もそんなにわからないけど2学期までなんですよね、多分。めっちゃ保証かけてるね。まあ2学期までなんですよね、一応は。だから2学期終了してこの3学期はもうほとんど学校行かなくてもいいじゃんかって思うんですよね。まして自分今まあ先週も話したんですけど、栄養入試今受けてるので、栄養入試が10月に合格発表なんですよね。でこれで合格すればもう学校行かなくていいんじゃないって思うんですよね。すっごいもう学校行ってる人分かると思うよ、すっごい行きたくないじゃん。だって朝からだぜ。他のアメリカンな学校とか比べてみ、10時頃だぜ登校大体は。もう多分日本だけですよこんな。休みとかもだって日本が一番短いって言うじゃないですか。なんか薬はいいのに、ただでさ宿題も莫大に多いし、本当に日本どうなってんだこんちくしょう。今日は何ですかね、愚痴る会なんですかね。何ですかね。まあでも8月は大切な時期ではありましたからね。まあでも何ですか、大切だからって言って体調崩しちゃったらもう本末転倒ですからね。ちなみに自分も昨日の昨日、
昨日の昨日、一昨日かな、一昨日って言うんだよね。ごめん、語彙力なくてごめんなさいね。一昨日、あ、おばあちゃんたちだ。トイレットペーパーのロール持ってる。ああいう、ごめんなさい、なんか全然話の道そらしてすいません。なんだっけ、あ、そうだ、一昨日にちょっと無理しすぎて、そもそも何、まあ無理しすぎてちょっと体調崩しちゃって、でこの日が塾の子の何確認テストみたいなのがあって、このテストが結構大切、バイバイ、大切なんですよね。で、まあでもこの大切なテストのこの1時間前に席ついてて、で勉強してたんですけど、すっごい朝から頭痛もひどかったし、なんか吐き気もひどかったし、家はまあなんかちょっと生暖かかったからいいんですけど、塾に行くとすっごい冷房効いてて、あそこがだから冷房の効きすぎかなんかかわかんないんですけど、寒すぎて寒すぎて、自分結構暑がりなのか寒がりなのかわかんない体質なんですけどね家だとくっそ暑いな、くっそ暑いなって思うんですけど、塾行くとあっ寒っ寒っってなるんですよね。多分塾が相当冷房効きすぎてるんだと思うんですけど、だからいつもカーディガンを持ってくるんですけど、カーディガン着てもなんか寒くて寒くてしょうがなくって、でもうこれ以上いたらすっごい吐くな自分って思って、もう塾出ちゃって、結局なちゃんとしたテストも受けれずにもう早退してしまったっていう、まあ、伝統なことしてしまって、でこのテストが後日また受けれるってことができないので、もう大事なテストなんで、このテストのために結構頑張ってはいたんですけど、本当にもうダメですよね。これが大学ってなると本当に大変ですからね。体調悪くて本領発揮できなかったっていうケースもありますからね。本当に皆さん体調だけは気をつけてください。でも無理もしてくださいとまあ死ぬ気でやっても死にはしないから、でも体調は崩すなとすっげえ無理なこと言ってんな自分。まあでもな、なんか塾の先生も言ってたんだよな、目充血するほどに勉強しろっては言ってたんですよね。だから そんぐらいに勉強していたんですけど、なんか目が充血って言ってふんって思ったんでしょうけど分かってます。自分もこの話聞いてはって思ったんですけど、はって思ったんですけど、多分なんか目がかってがってかっぴらくほどに勉強するんでしょうねだからまあ ドライアイっていうのもなんですけど、目が疲れるっていうことになるんでしょうねなるんでしょうね。あ、そうそう、そうだ、ネタ思い出したぞ。よし、まだ時間あるな。ネタ思い出したぞ。まあ何ですか、体調不良で思い出したんですけど、結構こう見えて自分健康体なんですけど、まあ一昨日体調崩したっつってるお前が何言ってんだって話なんですけどね。でも今年入って初めて結構気持ち悪いって感じたんですよね、一昨日。だからいい健康体なんですよ、免疫クソ強いんですよ自分熱出してる兄弟か何らかが口つけてるものを食べてもすっごい元気ですからね。インフルエンザもかかったことないですし、胸張って言えますよでもあれ、インフルエンザって注射打ってもなる人いますからね。なんですかね、免疫クソ弱いってだけなんでしょうけどねバカにはしてませんよ、本当にバカにはしてませんけど、すいません、本当にすいませんでした。とりあえず謝ります。まあなんですか、結構健康体な方で、でまあそんな自分に比べて妹とか兄弟の方が結構体弱いっていうか、なんていうか、まあ基本的にうちの家族は健康体の方なんですけど、
妹とか弟がまれに体調崩すことがあって、この体調の崩しようがまあひどくて、まあでもまあどっかのか、まあ普通の家庭とかだったらまあ寝込んでうーってなるんでしょうけど、普通にゲーって吐くんでしょうけど、うちは家庭からしたらああもうありえねえってなるんですよね。本当に健康体すぎて、だから吐いたら吐いたで、まあ普通だったらみんなで処理すると思うんですけど、ああもうなんでトイレに行かないの、吐く前ねっつって、もう自分で処理しろよって感じなんですよ。結構冷たいですよね。でも内心自分の中ではこれが普通だなって思ってるんですけど、まあありえないんですか。うっそ。体調悪いのに、はい、自分で体育会系家族なんでしょうね。親体育会系教師っても何でもないんですけどね、おかしいなっていう。まあ、あでも何ですかね、胃腸が悪い時とか、まあそういう関係でゲーするんだったら何とかしろってやつなんですけど、普通に熱出してああもう動けんってなったらさすがに処理はしますよ。あこいつ死ぬな、これ死ぬなって感じだったらじゃあ面倒は見ますよ。でもあお前普通に元気じゃん、ただゲーするだけだな、うんよしじゃあ何とかしろっていう感じですからね。本当にそんな感じですからね。でもう本当に結構脱線しすぎるんですよね。大丈夫かなジム。まあなんですかね、まあこんな感じで、うちは普通に健康体なんですけど、まれにまあ風邪ひいたりとか体調不良になる子がいて、なるやつがいて、なんでこうやつに訂正したんだってやつ。でまあ最近妹が風邪ひいちゃって、でなんか喉が痛くて、でもう体調が悪いと、でなんかずっともうなんか気分悪そうで、でもうご飯は食えるから大丈夫だと、食ってもゲーはしないと。そう、まあんなことを言いながら、今朝その日の今朝に妹がいきなり水とかご飯とか食べてたんですけど、なんか自分がまあ早めにご飯済ませて、ちょっとふーって一息ついてて、テーブルで、まあ、テーブルの椅子で、テーブルの上で一息なんかつくわけねえよな。まあその座って普通にふーってなんか漫画読んでたりしてたんですよ。したら妹がようやく何十分かかけてご飯食べて、で座ってたんですよ。したら妹がいきなりなんか姉ちゃんどうしようって言ってきて、あーどうした何があったって言って、まあなんか熱のことに対してなんかあるんだろうな、それか学校に対してかなみたいな。妹が最近学校に通い始めたんで、夏休みが終わったんでね。でまあなんかな、飲み物とか食べ物とか食べるときにのどちんこが一緒に飲み込まれてしまうっていきなり言ってきて、で一瞬自分ちょっと間が空いて、えってなってしまって、はってなってしまって、で妹がガチガチのどちんこ食われたって言ってきて、ちょっとびっくりしすぎて、お前中3のくせに何言ってんだこの野郎ってなって、まあまあ多分喉の奥らへんまで結構炎症が来てたんでしょうね、確か多分ね。でそれで飲み込んだ時にその刺激が強かったんでしょうね。この刺激が喉チンコまで喉に飲み込まれてしまう、食道まで入ってしまうって勘違いしたんでしょうね。はあ我ながらアホだなって思いまして、そんな感じですね。もうとりあえず結論から言うとあれですよ、うちの妹は本当にバカです。びっくりするほどバカです。なんて言ったら本当にバカな発言しかしないんですよね。なんかほらっていうか、卵に卵白卵黄ってあるじゃないですか、正式名称が、正式名称っていうのもおかしいですけどね。
まあ卵白卵黄ってあるじゃないですか。あれ妹は卵白はまだいいとして卵黄のことオーランってずっと思ってたらしくて、で、ある日一緒に料理してたんですよ。で、まあ卵白と卵黄を分けてって言った瞬間、妹が姉ちゃんバカじゃないの、オーランって言うんだよバーカって言ってきて、まあ自分もたまになんか語彙力がなさすぎて言い間違いとかするときあるのでわからなくはないけど、ただ妹オーランだけは譲れねえってなって、実際にグーグル先生にも聞いて、でちゃんとオーランだよ卵黄、あごめん自分もわからなくなってきたぞ、卵黄だね、自分は卵黄を押し倒したんですよ。でも妹はオーランを押し倒したのでグーグル先生で調べたんですよ。したらちゃんと卵黄ですよと、オーランじゃないですよと。したら妹がはぁ、そんなわけないって言って、でも実際にお父さんにもお母さんにも聞いて、ようやくオーランではないっていうことを自覚して、めっちゃ赤っ恥かいてるのを見ながら自分は横で料理をしてるということあって、それが結構引きずってて、お父さんが結構自分たちの言い間違いとかをつつくやつなんで、しかもうざく長くすっごいめんどくさい。だから昨日とかもまあお父さんと妹と自分で買い物行った時に、卵買うねっつって買った時にお前オーランがあるよオーランって言っていじったりするっていうめんどくさい光景を見たりするんですけどね。まあでもオーランの他に何があったかな、何だったかな、なんとか味のなん、ああそうだ思い出した、うちの妹が結構豆乳好きでして、でなんか豆乳って言ってもなんかいろんな味があるんですよ。バニラ味の豆乳とかココア味の豆乳とかいろいろあるじゃないですか。で妹がいきなりなんか普通にそんないろんな味の豆乳じゃなくて普通の豆乳が好きなんで、妹がでなんかよくわかんないけどお父さんとなんか話してたみたいで、でいきなりなんか豆乳の味のことについて話してて、で妹がなんかよくわかんないけど豆乳は豆乳味なんだよっていきなり言ってきて、お父さんがいきなり なんだろうなもう豆乳味の豆乳だよなんかもう本当に意味のわかんないことばっか言ってきて、でお父さんがなんか豆乳って大豆のってなって、でこれも結構長らく続いてると、でも豆乳味の豆乳の話とこのオーラの話って結構前なんですよ、1年前ぐらいかな。これを長く突っ込むお父さんもいい加減やめてくれよって話なんですけどね。っていう話です。ね、なんだろうな、こういう話するとさ、なんかもっとうまく上手に話せなかったかなってたまにまあ、この収録終わった後に後悔するんですよね結構。だから最近っていうのもなんですけど、最近じゃないや、半年前だな、長いやな、半年前に落語を聞くようになって、でなんかまあこういうラジオパーソナリティとかそういうやってる人は落語とかよく聞くっていう話を聞いてたんで、ああ鼻水がひどい、ちょっと待ってくださいね。お待たせしました。で、なんかもう、落語とかよく聞くので、で、自分も聞いてはいたんですよ。で、たまになんか落語とかで面白い話とか、あるんだろうなっていうのもなんだけど、まあ、いろいろ落語聞いてて、で、なんかでも、この落語を聞いたところで、自分は一体これをどう生かせばいいのかって思って、この悩みがまだ未だに続いてるんですけど、どうすればいいんですかね、落語を話せって言うんですかね多分なんだろうな、まあ表現力っていうのもなんですけど、この
言葉が出てこないな、まったくこの喋るペースっていうか、まあ話す、まあ、癖っていうのかな、感じっていうか、そういうのを生かすんでしょうけど、いまだに生かせてない自分は本当にどうしようもなくてしょうがないですね。まあまあでも、なんですかね、しばらくしたら、しばらくっていうのはなんだろうな、まあ体育祭終わったら自分らももう引退するので、そろそろしたら後輩にもここを任せるつもりですので、というわけでよろしくお願いいたします。お願いいたしますまあここを後輩にも任せたりするので、まあ前回結構前ですけどね、前回来てた後輩のケント君とか、まあ、その他の後輩とかも来たりするので、まあでももうそろそろ、まあ、体育祭って言ったら9月なので、ってことはもうそろそろしたら自分もここにはいなくなるので、はあ、なんか悲しくなっちゃうねあ、いなくなっちゃうので、どっかちょっと後悔ありますね。なんだこれ、最終回普通の奇跡日和バージョン最終回みたいな感じになりましたけど、まあでもちゃんと行かせてないっていうのは残念ですね。結構ここもラジオ初めはもうなんか緊張でしょうがなくて、早く終わればいいのにとか思っちゃうんですけど、やっぱ楽しくなっちゃうとこう終わっちゃいけねえぞこの野郎みたいな感じになる。これからも続いていきたいっていう気持ちがもう強くて強くてしょうがないんですけどね。ああこんなクソつまんない話ばっかするから何とも言えないんですけどね。でも一応楽しいですねあ、うちのお母さんの気持ちが分かったような気がします。なんか自分が1年の時に、まあ、ラジオ出るって話になった時に、お母さんがすっごい羨ましがってて、母さんだったら4時間は話せるみたいなバカなこと言っちゃって4時間は話せないだろうっていう。あでもよくよく考えたら、まあ仕事のこととか、まあ家のこととか、まあローンとか接待代とか、まあそんな話したらバリバリ、まあ4時間は軽くいけんのかなって思ってきますけどね。いいね、大人になればなるほど結構ネタって出てくるのかな、出てこないだろうな。さあ終わりが近づいてまいりましたと、はあ、さてさて、あ本当に本当にこの世、月の後半って地獄なんですよね。なんか振り出しに戻っちゃってるなまあでも、まあでも本来だったら月の中間あたりが地獄だと思うんですよ。自分の場合は後半なんで、なんでかっていうと中間でもう後半の話をしちゃってるから、はあここをどうにかしないとな。ええ、じゃあ終わりましょうか。あ皆さん良いお盆を過ごしてください。エーサーとかもありますからね、エーサー祭りでしたから、ええ、リア充度も外ろと嘘ですよ、頑張ってください。じゃあ今回もヒューリーがお送りいたしましてありがとうございます。いきましょう、せーの、スペシャルサンクス。ありがとうございました。失礼します。